野田良平と申します。研究テーマは科目植物の気候開閉制御です。で、科目植物というのはサボテンのような乾燥した場所に生えている植物なんですが、その科目植物は普通の植物とは逆で、夜間に気孔を開いて CO2 を取り込み、昼間に気孔を閉じたまま光合成を行います。私たちは どのようにしてその科目植物が気孔の開閉を制御しているかということを研究しました。今回私たちが研究したのは植物なんですが、私は工学の方にも興味があるので、工学系の方に進んで社会の問題とか課題みたいなのに対応する、それに対するそれを解決するような案を考えるというような仕事に就きたいと考えております。で、まあ、まだあんまり具体的なのは決まっていないんですが、そのような仕事に就けたら良いなと考えております。